ページを開いた瞬間、息を呑む美しさ。中島さんと平野さんが、色とりどりの花々に囲まれた姿は、まるで絵画から抜け出してきたよう。二人の華やかさに、思わずうっとりしてしまいます。中島健人と平野翔という二つの輝くスターが、ファッション誌、キャンキャンの5月号特別版で夢の共演を果たしました。彼らのスペシャルコラボレーションは、 多くのファンにとってまさに驚きと喜びをもたらすものであり、このプロジェクトは、単なる一時的なイベントにとどまらず、ジャニーズ事務所の歴史と日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込むものとして注目されています。これまで、ジャニーズ事務所に所属するアーティストたちは、それぞれのグループやユニットで活動し、その中で築かれる絆やライバル関係がファンにとって大きな魅力となっていました。しかしか 今回の中島健人と平野翔の共演は、グループの垣根を越えた新しい形の友情と協力を示すものであり、これからのエンターテインメントの可能性を広げる一歩として期待されています。このスペシャルコラボの発表が行われたのは今年の初め、そして4月からは2人が W 主演を務めるドラマ、未満警察ミッドナイトランナーがスタートします。ドラマの放送を待ちきれないファンにとって、キャンキャンの特別版での共演は、 まさにその魅力をいち早く楽しめる絶好の機会となりました。この特別版では、二人が花々に囲まれた幻想的なカットや、一号を互いの口に含ませる親密なカットなど、視覚的にも豊かな内容が12ページにわたって展開されており、ファンの期待に応えるだけでなく、新たな感動を与えるものとなっています。インタビューでは、事務所の先輩後輩としての関係性にも焦点が当てられ、中島健人が平野翔を 初めてててのの弟のように感じいいることを明かしています芸能界において、中島にとって、お兄ちゃんと呼べる存在はいたものの、弟と呼べる存在はこれまでいなかったという告白は、ファンにとっても新鮮であり、2人の関係がこれまで以上に深まったことを感じさせます。一方で平野も、ジュニア時代に何度もセクシーゾーンのバックダンサーとして出演していたことから、中島との関係に自信を持っていると語っています。 さらに、2人の間で交換日記が始まったことも明かされました。これは中島の提案によるもので、平野がその日記の第1通目を取材の日に持参するはずだったものの、車の中に忘れてしまうというエピソードも笑いを誘います。中島はそのエピソードに対して、昭和ドジな部分も可愛くて、でもやるときはやる。応援したくなるヒーロー像と彼の魅力を語り、その温かいフォローに平野が感謝する場面も見られました。 このようなエピソードを通じて、ファンにとっては2人の間にある温かな関係性が一層際立つとともに、彼らがただの同僚や仲間でなく、深い信頼と友情で結ばれていることが明らかになりました。こうしたエピソードは、彼らの絆が今後さらに強固なものとなる予感を抱かせます。また、この特別版のリリースは、日本のファッション業界やメディアにも大きな影響を与えました。 ジャニーズのアイドルがファッション誌の表紙を飾ること自体は珍しくありませんが、今回は特に、異なるグループのエース同士が共演するという点で、業界内外からの注目を集めました。これにより、他のアイドルやグループ間でのコラボレーションが今後さらに増えていく可能性も考えられます。さらに、二人が共演するドラマ、未満警察ミッドナイトランナーもまた、大きな期待を集めています。ドラマの中で、 彼らは警察学校の生徒としてコンビを組み、さまざまな事件に立ち向かっていきます。このドラマは、韓国映画、ミッドナイトランナーを原作とし、日本版としてリメイクされるものであり、オリジナルのスリリングな展開やアクションシーンが、日本のファンにどのように受け入れられるかが注目されています。特に、韓国版のオリジナル映画では、主演を務めたパク・ソジュンとカン・ハヌルがその役どころで大きな評価を得ました。 それと同様に、日本版では中島と平野がどのようにその役柄を演じ、どのように新しい科学反応を生み出すのかが見どころとなるでしょう。二人の演技力や相性が、ドラマの成功に大きく寄与することが期待されており、ファンはもちろんのこと、ドラマファンや映画ファンにとっても見逃せない作品となることは間違いありません。これらのプロジェクトを通じて、彼らのキャリアはさらに飛躍することでしょう。 これまでも多くの成功を収めてきた中島健人と平野翔ですが、この新たな挑戦を通じて、彼らがどのような新しい姿を見せるのか、そしてどのような影響を日本のエンターテインメント業界に与えていくのかが非常に楽しみです。また、このような夢の共演は、ファンにとっても新たな楽しみを提供するだけでなく、彼ら自身の成長や進化を見守る機会ともなります。特に、ジャニーズ事務所内での先輩後輩関係は、 常にファンの関心を引きつけてきましたが、今回のように実際に共演することで、そうした関係性がよりリアルに感じられることでしょう。そして、彼らの友情や信頼関係がスクリーンや紙面を通じて伝わることで、ファンとの絆もさらに深まることが期待されます。このように、キャンキャン5月号の特別版は、単なる一冊のファッション誌以上の価値を持つものとなりました。二人のスターが一同に会することで、 ファッション、エンターテインメント、そしてファン文化に新たなインスピレーションを与えることができたのです。そして、今後もこのようなコラボレーションが続くことで、さらなる驚きと感動がもたらされることでしょう。これからの二人の活動に、ますます期待が高まります。彼らがどのような新しいプロジェクトに取り組むのか、そしてその中でどのような進化を遂げるのか、私たちは引き続き彼らを応援し、 その成長を見守り続けることでしょうこの特別版は、その一つのマイルストーンとして、長くファンの心に残り続けるに違いありません。中島健人と平野翔の共演がもたらす影響は、単にファンの期待に応えるだけでなく、日本のエンターテインメント業界全体に新たな波を引き起こしていると言っても過言ではありません。これまで、ジャニーズ事務所のアイドルたちはそれぞれのグループ内での活動に集中し、 他グループとの本格的なコラボレーションは稀でした。しかし、このような枠を超えた共演が実現することで、今後のアイドルグループの活動においても、さらなる革新が期待されます。特に、ジャニーズ事務所の歴史を振り返ると、これまでは個々のグループがそれぞれのカラーを持ち、ファンもそのグループごとの特徴を楽しんできました。しかし、今回の共演は、異なるグループのメンバーが協力し合うことで、 新たなエネルギーと可能性を生み出すことができるという事実を示しました。これが他のグループやアーティストにも広がり、業界全体がより柔軟で創造的な方向に進んでいく可能性が高まります。また、この共演を通じて、ファン同士の交流も活発化するでしょう。これまで、ファンは特定のグループやメンバーを応援することが主流でしたが、異なるグループのファンが一つのプロジェクトで共感し、 楽しむ機会が増えることで、ファンコミュニティ全体がさらに広がり、深まることが期待されます。これにより、ファン文化も進化し、より多様で豊かなものとなることでしょう。さらに、この共演がもたらす経済的な影響も無視できません。ファッション誌やドラマといったメディアの売り上げが伸びるだけでなく、関連グッズやイベントも大きな注目を集めることが予想されます。特に、限定版のグッズやイベントは、 ファンにとって大きな魅力であり、これらのプロモーション活動が経済に与える影響も計り知れません。これは、日本国内だけでなく、海外のファンにも波及し、国際的なマーケットにも影響を与える可能性があります。このような大きなプロジェクトが成功を収めることで、今後も同様のコラボレーションが増えていくことは確実です。特に、ジャニーズ事務所だけでなく、他の芸能プロダクションやアーティストにも影響を与え、 業界全体が新しいスタイルや形態を模索するきっかけとなるでしょう。このような動きが日本のエンターテインメント業界をさらに活気づけ、国際的な競争力を高めることにもつながると考えられます。また、彼らの共演は若い世代のアーティストにとっても大きな刺激となります。これからのエンターテインメント業界を担う若手アーティストたちにとって、このような先輩たちの成功例は、 自らのキャリアに対すするインンスピレーションや目標となり得ます彼らがこの成功をどのように受け止めどのように自分自身の活動に取り入れていくのかが注目されるでしょう。中島健人と平野翔のように既存の枠にとらわれない新しい挑戦を続けることでより多くの才能が開花し日本のエンターテインメントがさらに発展していくことが期待されます。